どうもどうも、皆さんこんにちは、リュウです。僕は今、高尾山口に来ています。今回、夏限定の京王ライナーに乗ってきたということで、動画をやっていこうと思います。はい。で、今日乗っていくのがですね、15時15分発の、京王ライナー82号、新宿行きに乗っていきます。はい。本来ですね、高尾山口から出ていく京王ライナーっていうのは、まあ、メインとしては秋があるんですけども、今回はですね、夏ということで、はい、まあね、どんな感じになるのかなと、今非常にワクワクしております。ではね、早速、駅の方へ向かいたいと思います。はい。先ほど言った、夏の、ね、運用に関して、ちょっと軽く、ね、触れておきたいと思います。まずですね、運用日としては8月15日、16日、22日、23日の、土日だけ、運転をしています。で、発車時刻としては京王ライナー82号が15時15分、84号が16時15分、86号が17時15分となっています。まあ、大体ね、1時間に1本ずつ出ているという感じですね。はい。はい。今回乗車するのは、今年1月に運用を開始した、36編成です。はい。この列車はですね、まず1つ目に、肘掛けがついていることで、2つ目が、化粧板が、従来の金輪状ではなくてホワイトになっているということです。で、もう1つはですね、ご覧の通り、ドリンクホルダーがついています。あ、今、既存の車両にもですね、同じようにドリンクホルダーが、ついているので、そうですね、まああまりここは他の車両とは差異はないかなと思います。で、ね、まあ、個人的にはちょっと7000系の、0番台とちょっと似たような感触を味わうことができる、この立派なね、椅子があります。はい、じゃあ早速ね、座りましょう。
新宿駅に到着しました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。個人的にはですね、高尾山口から新宿まで座って行けるというのはね、本当にいいことだなと思いました。はい、皆さんもぜひ乗ってみてください。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。